おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よしはい、というわけで前回はね、インターバルの収録をして、また寝起きかよというわけで今回はね、インターバルも挟みましたし、いよいよね、大御所挑んでいきたいと思います。じゃあちょっとそっちまでカット、レディゴー。さあ来ました、コロシアムセンター代表勇者決定戦。いやー、もうお待たせしましたですよ。マスタークラスとフレッシュマンを全部終え、いよいよ代表勇者決定戦。つまりこれは、そうだよね、もうあの職に分かれてるんじゃなくて、これ一つなんだよね。もしかしたら増えるかもしんないけど、モードが増えるのかもしんないけど、まずこれ一つなんですよね。でかいよね。マスタークラス大会入れとけばいいのにね、チャンピオンシップ的に入れとけばいいのにね。さあ代表勇者決定戦いきましょうか。さあどんなの出てくるんだよ。はい、じゃあ行こっか。おーし、代表勇者決定戦だ、行くぞー。何今回、何デンタリッチ出るの、どうすんのパーティー。うおちょっと待て、ちょっと待て待て待て、お互いガチパじゃねえか、おい、お互いガチパだな、おい、お互い送迎の森の魔法使い、天空の勇者ドラゴンスライム、もうガチやめろ、ガチ毎回これのガチ構成やめろ最近お、待って、え、曲、この曲あれじゃん、ドラゴンクエスト7の、すげえ懐かしい。どっちかというとドラゴンクエスト7はね、自分ね、もう一つの曲の方が好きなんだけどねえ、すげえすげえ。バトルオブファンクの皆様、そしてプレイヤーの皆様、日本一へ続く最初の関門、最初の関門、代表勇者決定戦がやってまいりました。ってことは何、その先があるのかな。あるかもね。多分3つで終わるとは思えないんだよね、さすがに大会もね。さあこのドラゴンクエスト7の BGM 流れの中、モリーさん登場です。ついに戦いの時は来た、小さい勇者たちを、王者決定戦。ってことは王者決定戦が絶対あるってことか。リュータだ。さて、あ、そうか、リュータはすでに代表勇者だから、リュータ以外の誰かもう一人ってなるんだよね。ということは、それ以外の、おい、ひなちゃん、そう、リュータは自動的に王者決定戦に出られるんだもんね、と。おー、大輝、け、余裕だな、王者様は、と。おーおー、言うてんな、おぉ、僕らって、もうちょ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 に頑張るぞ、ちょっと待って。お前ら5人おるけど。ブーヤンは僕に負けても泣いたりすんじゃないぞ、って。え、お前ら5人いんじゃねえかよ。そうだよね、5人いるからさ、え、5人と戦うの、トーナメント的に5人と合わない気がするんだけど。さあ1回戦、うわー、匠か、いきなりテレット対戦するの、よっしゃ行くぜ。まあ匠、今回はつばぜり俺はしねえから安心しろ加減しちゃうよ、レディオ。さあ相手チーム、相手チーム、匠何使ってくんの。さあすげえ、状態以上にしてきてば、状態以上にする気満々じゃねえかよ、ガチだな。じゃあ行きますか、人食い箱イバナドラゴンダンスドラゴン行きましょう。一体ドラゴンじゃないんですけど一体ドラゴンですらないんだけどまあ一応相性もあるんで、一応相性あるんで、この3体でで、必殺技も使えるコンビです。行きましょう。さあ、勝負ですよ。向こう、状態以上にすごいから、状態以上にかかるかかからないから、全然なんか、勝負が変わってきそうですね。いやー、怖いな、これは。賢者レベル50。さあ、行きましょう。まずは、こうやってみよう。とりあえず、みんなが寝るか寝ないか全然違う。HP が互角ですね。さあ、早い。何してくんの？悪夢の杖！やばい、眠りそう！うわ、すげえアクロバティック、めっちゃアクロバティックじゃないですか。オッケー、眠らない。さあ、イバルドゴン、しゃぐれずいきます。これ当ててこ、オッケー、しっかり当てていこう。こっちはね、状態異常にされるとまずいから、しっかり動いていけばね、大丈夫と思います。あーあーあーあああ、一食い箱いきましょう。必殺の丸かじり、
いけー、オッケーラッキーラッキー。人食い箱はね、このマヌカジがマジで回収率高い、マジで回収率高いんですよ。あ、ただね、いろんなものに、ね、意外とね、身の重りとか低いんだよね。だから結構もうほんと攻撃寄りの、おっと避けられていく、賢者に避けられていく。賢者に避けられるの嫌だな。いや会心、まあこれでトントンって言ったところでしょう。さあ向こうスペシャルカード、これわかんねえな。ドラゴン切りやめてね。え、嘘嘘嘘、そんなそんなさ、ギャンブラーなしおちゃんじゃねえんだからよ。外れる。ちょ、お互い命中率が悪いって。お互い命中率が悪いな。バブルボム放出。嫌だな。眠んなよ。眠んなよ。オッケーオッケー。悪魔杖。いや、向こう本当に状態上好きなんでね。本当怖いですね。うわ、ゆっくりと投げていく。いや、もうこいつ。まさかの痛恨だと。しかも眠ったなと。うわ、やばいやばい、それはやばい。アサルトロー行きましょう。1、2、当てていく、ラッキー。いいダメージ、いいダメージ出てるよ。眠る。眠っている。いやー、眠るの嫌だ。いや、向こうもさ、すごい持久戦に出てくる気がするからな。僕の下。ああ。これはね、すごい今迷ったんですよ、スペシャルカード。今スペシャルカードすごい迷ったんですけど、ここは光る玉いきます。いや、でもちょっと一回さ、コマンド遅れたからね、完全に。締め付ける。オッケー、ラッキーラッキー。それはでかい。それはマジででかい。悪魔のせい、向こうがゆっくりと近づいて、殴りに来ます。うわ、アクロバティックすぎでしょ、これ。痛いね。よし、眠らない。これはでかいよ。さあ、一食い箱、頼む。いけ、ほら当てていく。しっかり当てれば大丈夫。しっかり当てよう。で、次しっかり当てれば勇気が溜まるはずなんよ。こっちの。いや、でもここでバブルボム返してくる？どう？眠んなよ。オッケーオッケーオッケー。ダースラゴン頼む。よし、終了。灼熱の豪華を吐き出します。ダースラゴン頼むぞ。お、倒した倒した倒した、よしよしよし、倒しきった、倒しきったの、ナイス、よく倒しきった。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。よーし、勝負あり。まずね、まず結構きついね、状態上パーティーって。やっぱり無理、やっぱり無理。おー、匠いいやつじゃないか。お前次誰よ。激戦必須の対戦です。ひなちゃん、モンスターマスター来るか。ひなちゃんに負けちゃった、ブー。お前ついにデース、戦いに出ることさえできなかったか、ブーやん。ひなちゃん。いや、これモンスターマスター同士としてちょっとさすがに負けるけどいかないですね。これで負けたらちょっとモンスターマスターを譲らなあかんくなっちゃう。さあ、ひなちゃん、どんな自慢のパーティーで来るんですか？めっちゃいいパーティーじゃん。めっちゃバランス取ってきてんじゃん。何、安定じゃないですか。完全に安定パーティー取ってくんなよ。じゃあこちら、キースラゴン、ドラゴンゾンビ、ドラゴンライダー。またすごいパーティーが来ましたよ、これ。例のごとく3025という超 HP を記録します。HP でいきます。いきましょう。こっちはね、怒涛の HP で勝負します。時折使うそのパーティーやめろやと。いやー、もうこれは使わせてもらいますよ。ただ向こうからドラゴン切り来た瞬間に僕たちは死ぬ、死にます。いや、イエティがちょっと怖いんですよね。やっぱカウンターは1匹いるだけでやっぱチームが制限されちゃう。ちょっとそう、挑発から入ってくるでしょ。まず挑発から入ってくる。で、このチーム的にイエティに攻撃が行きやすそうなんで、そう、スライムは行っても回避するしって考えると、ここはね、煉獄切りでしっかり行きましょう。当てろよ、しっかり当ててくれ。ナイス、よしよし、それはでかい。スライムに当てれるのはでかいですよ。さあ、大車輪、キースラゴン、そう、イエティに行くよね。イエティに吸いやすいんですよ、このパーティー。うまいこと相手の構成がイエティにね、行くようになってるわ。
で、分裂で攻撃してくる。うわ。やだな。いやー、痛い。これでお互いトントンみたいな感じだよな。ミラクルフラッシュ。そうだよな。うまいことシナジーを。ミラクルフラッシュやだな。あー、ドラゴンゾンビ。ドラゴンゾンビ当たる。それ食らうか。コード049。おーん。おー、ビームが。まさかのビーム。おっと、キーストロングはなんと回避。ここでキーストロングはなぜか回避します。ゆっくりと近づいてきます。骨の弱みがマヌーサ状態で当たるか。うおー、足らないだよね。当たるわけないじゃん。それも当たらないと思ったわ。それ絶対当たんないだろうなーって思ったわ。お互いスペシャルカード使ってないですね、まだ。ミラクルフラッシュはやだなー。スライムうまいこと仕事してるわ。おっと、スライムを狙う。大丈夫？おーし、うまい。よかった。しっかり当てていこう。よし、連合切り。さあ、これ大事。連合切りが当たるか。よし、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 いいっすよ、いいっすよ。マジでいい。うまい。ゆっくりと近づいていく。骨の雨が降り注ぎます。あー全然効かねえじゃねえかよ。スノーボール。これ次のターン攻撃系スペシャルでいきたいね。スノーボール。うわ。まあまあでもだいぶ HP に大差つきましたね。殴り合いじゃ負けないんだけど、向こうがとどめる一撃をできた場合、負けですね、こっちは。そうだよな。これ耐久力あるんだけどね。じゃあまずこれでいきましょう。うわ、何使う、何、ちょっと待って、何使ってくる。え？うわ！こいつ天使の歌だ。すげえ。それはマジですごい。これ天使の歌声をすると向こうはこのターン知らないんですよ。このターン死んでも復活するんですよ、このターンに。いや、それはすごい。そうだから、このターンに倒しても向こうは復活するんだよね。いや、それはすごい。完全にモンマスの戦い方じゃん。天使の歌使うって。完全にモンマスそれじゃないですか。モンマスのその戦法やめてよ。いやー、うまいわ。これうまくできてんな。まあ、ここでね、仮にとどめを刺したところで、とどめ刺せるってか、とどめ刺せるこれ。あ、とどめ刺すでしょう。ここから復活します。そうやんな。これはうますぎる。しっかり相手のターンに合わせないといけないからね。だから結構難しいんだよ。いやー、もしかしたら勇気溜まってんのかな、向こう。向こう勇気溜まってたら負けだよ。そう、ここで向こうの勇気が溜まってたら負けなんですよね。なんとも言えねー。どうだろう、勇気溜まってたら負けだ。勇気溜まんねよ。勇気溜まってんのか、怖いよ。よしよしよし、溜まってない。溜まってない。だ、向こう、このターン、ミラクルフラッシュが怖い。ミラクルフラッシュ怖いな。こっちが、一発当てれば勝ち。さあ、ドラゴンゾンビくん。ゆっくりと近づいてきます。さあ、当てれるか、これだめ。幻状態で。うわぁ、やっぱり。さあ、ドラゴンライダー、続け。さあ、今度はドラ、入ったー。よし。危なかったー。